逃げるぞ。やばい。逃げてる。やばい。捕まえろ。どうすればいいんだ。カゴ。カゴ。落ち着いて。ちょっと待ってくださいね。捕まえますわ。よし。よいしょ。危ねえ。ちょっとあと二人の分はベッドあっちに置いてもらっていいですか。あと二人の分。ああなるほど。そうそうそう。あれ？こいつ持ってこれね。くそ。あキラリーンとなった。あれ？あ、キラリーンってなってる。キラリーンってなった。え、そっちはオッケーなんだ。え、てかこいつ運べなくなってる。なんでだ。何やってんのお前。あれ昔運べたのに。どこに行く。あ、やばい。めちゃくちゃな勢いで逃げてる。家に入ってかない。しゅ、舐めるな。こいつがね、引っ張れる。あ、引っ張れた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 。松明に引っかかってるのかこれ。これ松明に引っかかってるな。なるほど。ピャッ、ありがて、ピャッ、ありがて、ピャッ。松明に引っかかるかこいつで、この状態で多分ベッド壊したらなると思うんだよな。あ、なったな。なんだこいつのこの違いは。いや、横にベッド置いたんすよ。そしたらなったんすよ。おー、なるほど。なるな。あ、ほんとだ。ここで俺が今設置すればいいんすかね。あ、確かにね。じゃあ村人全部連れてきますか一回。あ、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 とりあえずボートを。逃げてるな。やばい。ちょっととりあえずここにもうベッド置いて、こいつはここに確保しておきますわ。あ、そうだよね。やべ、二人目逃げた。お主はここだ。キラリーン。やった。お主はここだ。ナイス、ナイス、キラリーン、素晴らしい。あれ、別のやつがなったか。そいつがそっち行ってるな。あいつがあっち行ってますわ。あれ、ほんとだ。乗っかっちゃった。すげえゆっくり動いてる。小池さん、じゃあこいつ連れてあっちにもう一回ベッド置きますね。はーい。で、ここにポンと置くと、え、ならないの。もうあっちに反応してるからでしょ。あっちの白い。あー、なるほど。あ、あ、そっか。じゃああれ壊せばいいのか。そうだね。あ、壊れた壊れた。で、ここ新しいベッドだ。ありがとうございます。で、それをまた壊して、で、これ壊しちゃっていいんだよね。はい、もうこいつ船で確保してるから。はい、壊れた。あ、ちょっと待ってくださいね。なんか、え、落ちたけど、彼ちょっとこれ壊します。はい、もう一人連れてきます。はい。何見てんだよ。やめてください、喧嘩を。ね、ガンくれてんだよ。ガンくれてんだよ。飛ばしてんだよとかじゃなくて、くれてんだよ。おい、誰にガンくれてんだよ。一旦そん中入れたいっすよね、村人。あ、そうなのよ。ああ、ちょ、ガラス割って突然刺さす。あ、確かに。そしたらこいつ俺にガンくれてっから。いや、いこっちから見たらね、小池さんしかガンくれてないよ。だから下からもう覗き込んでる。ここに当ててきてんだよ、体。おい、てん、こいつ落としましょうか。ああ、そうだね。で、そいつもちょっと待ってくださいね。だからこいつもさ、ダッ、あ、落ちた、勝手に落ちた。ナイス。そこ、一回閉めましょうか。あ、そうだね。よし、窒息させよう。やめて、そういうこと。
ちょっとガラス一体割っていいですか。はい、どうぞ。で、この中に入れてる状態で僕も落ちて、はい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 、で、その下でベッド作ると多分いけると思うんですよ。まあ3段でいいか。そうね。あ、なりましたね。あ、なった。ピカーンってなりましたね。あ、なってるなってるなってる。2個目もいった。あ、寝た。寝てる。かわいい。オーケーオーケー。寝てる。あー、いいっすね。はい。あ、4段4段でできてる。素晴らしい。あれ一番上寝られないんじゃないそれ。一番上無理なんすかね。ああ。あー、じゃあ壊しましょうか。あ、黙々の後キラキラってなって、はいはい、寝てるかな。あー、寝た。あ、やっぱ3段が、いやいやいや、3段が限界なのか。ガジガジにスタックしちゃってる。これやばいわ。やばいわ。うん、ガジガジにスタック。キラリーって光ってるよ。あー、ガジガジにスタックしてますね。あー、キラリーって光ってたけど、あれ一人は、あいつは1人上に上がってった。ああ、この上にいるやつは何なの。あ、てか金マジで移動させましょうか。あ、そうだね。あれ、あいつこんな格好してましたっけ。師匠、なんかつめちゃくちゃ猫の鳴き声するな。いや、そうだね、全然いいけど。これハマった。あー、ばばばばば、もう慌てふためいてる。一人超スタックしてる。あれ、キラーンってなった。キラーンってなったね。鳴らすとキラーンってなるのか。連結完了ってこと。どういうこと。あ、まあそうだね。やばい、ベッドの位置が空中判定になってる。多分、え、多分、はい、ベッドに行きたいのに、はい、地下じゃん、はい、でここに来るのよ。あ、いや、でもこれあれっすよね、ベッドに行く金じゃないっすよ。あ、そうだ、これ多分違うと思います。あ、中入ってきました。あ、でも食べないんだよね。あ、3つなくなった。ちなみに食料は村人の近くに投げることで勝手に拾ってくれます。村人拾われた、3つパン、ほら拾った。あ、拾ったパン投げろ、パン投げろ。あ、拾った投げまくれ。いや、3つずつ上げたけど。ほらほら、なんか上げてる。お、拾ってる。あ、そう、なんか人にあげるんですって。自分が OK だったら、あー、めっちゃ上がってる。おー、めちゃくちゃ、あ、めっちゃなんか各それぞれで。え、なんでこの記事を読んだし。来た。カメラ回して。あ、撮ります。あ、なんでこっち来たの。あ、俺狙われてる。あれ、あれ、お前だよ確実に。だってあっちはよろしくやってるもん。ほら、あっちはあっちで。あ、やばい、俺だ。このこいつの相手俺だ。始まるぞ。始まる。いやいや、マジックミラー号の話すな。マジックミラー部屋だけど。おめでとう。おめでとう。びっくりして一人逃げてっちゃったよ。俺じゃないかいっつって。アダムとイブは俺じゃないかいっつって。あー、初めての子供だ、村人の。いや、これちょっとテンション上がるな。いいね、いいね。なんか富士山みたいな体と頭の比率してない。富士と名付けよう。特殊ってやなかった今。今特殊ってなかった。あ、もうラブラブ。あ、いちゃラブラブ、いちゃラブ。やっぱ俺らが部屋にいたからダメだったかな。いや、そうよ、見てこれがもう子供スタックしたら面白いな。後ろに出てね、グーッ、ストーンカッターに生まれてプシュッ。
あー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 あもうおならしながらうんざい。おならじゃない。怒りマークのおならしながら。うん、はい。めちゃくちゃ上見てますよ、ね、西さん。西さんのことゴッドだと思ってんじゃないですか。気になるもんね。あ上見て上見て西さんが移動した隙に。本当だ。ああれ行くな。あれ行くぞ。あれ行く行くな。あれ行くな。あの感じは行く。あーあーできそう。あー行く。あーいった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 。おーパンを。子供生まれたらパン配る仕組み何？ね。おすそ分けね。あーありがとうねっつってパンパン三個。出産祝いだ。これ。いやなんか牛ぐらいスムーズに繁殖するからちょっと怖いな。待ってるもう。開けたらね。パン待ってる。あ配ってる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 。配ってる。あ女性が一人なのかな。もう端っこに追い詰められてもうあれ。やめて。あ女性側から。ちょっと特殊なモーション。特殊な。ちょっと特殊なプレイにやっぱり。このダクシだこれな、あ、できたこれダクシ気になるよな、ダクシっていうこの音なんですか、ダクシっていう気になるわ倫理的に大丈夫ですよねこれいや、大丈夫だと思う大丈夫ですはい、ということで今日はね、はい、小池さんと僕でまあ途中から西さんも入ってはいで、村人を繁殖させようっていうことですはい意外と、うん、増えるっていうねなんかそんなに増えないかと思ってたんですよそしたらあの、ね、牛とかなんか鶏とかと同じレベルで増えるからあーもうダメだ見てくれもうハートマーク出てるとこで積極的に西さんがもう見てるなすごいあもう恥ずかしいからやめてあげて本当にプライベート空間だからここまあということで今日は村人を繁殖させましたけども、はい、あっあれえ西さんやられてるよあいつ強いのよえ、ちょっと待ってずーっと西さんを追ってるけどあれ目赤強いのよ、マジでゴーレムえ、そうなんすか目赤、うん、ずっと西さん見てる怖い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 うわぐるんぐるいってるわ、もうあれ、目回ってそろそろ寝ますよふわん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 じゃあ、まあ、このそう、ゴーレムが生まれたんですよで、ゴーレムもちょっと次の動画かまたその次の動画かでちょっとゴーレムをちょっと動画にしたいですよねそうだねこいつの使い道使い方あれ村人が上がってきてますあれこれやってるなあれとう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 分かっちまったか気づいてしまったやつがいる自我をあマジでここからパンが降ってくるということはこの先に人がいるあいつ頭いいやつだ革命家だみたいな紐引っ張らせて餌出てくるまあ、村人もどんどん頭良くなってくるからねそうだねまあ出てきた人はユートピアに連れてこう、はい、まあそうですね、 そうですね僕らと同じ家にねはいということで、まあ、これからも芸人ギルド、はい、マイクの動画上げ続けていくので、はい、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いしますお願いしますそれではまたねありがとうございました。